そして改めまして皆さんこんばんはスカパーの公式アカウントスカパー声優アニソン2.5次元舞台ツイッター特別企画トークルームにようこそ私 MC の持月でございます最後までどうぞよろしくお願いいたしますはい、えー、スカパー声優アニソン2.5次元舞台は声優アニソンアーティスト2.5次元舞台などで活躍する俳優が出演するスカパー放送情報番組を日々お届けしております加えてリリース情報や出演情報 アカウント独自の取材などを通してこれらのジャンルで活躍する方々の情報も発信しております今回特別企画として声優アニソンアーティスト2.5次元舞台などで活動する俳優さんをお招きして最新の活動をはじめプライベートな部分も伺いしていくインタビュー番組を不定期でスタートいたします今回記念すべき第1回目はアンサンブルスターズカイジなどの俳優活動をはじめアーティストとしても幅広くご活躍なさっております大生さんこと山崎大樹さんでございます 先日10月19日水曜日に大輝名義でフォースシングル終わりの始まりをリリースなさいました大輝さん本日はどうぞよろしくお願いいたしますお願いいたしますアツマよろしくお願いします記念すべき第一回ゲストでございますいやった僕いいんですか僕でいやいやいや僕もね <laughs> 1> 第一回ゲス僕でいいのかなと思いながら初 <laughs> <laughs> めまして同士でどう,どうぞよろしくお願い,いたします,います、はい、なんと昨日フォースシングル終わりの始まりリリースなさったということでおめでとうございますありがとうございますはい 今回のシングルは、えー、終わりの始まり、えー、ロックバンド、白の真央さんとアキさんが提供なさった楽曲ということでございますけれども、大、はい、さん、まず最初にこちらのお話聞いたとき、僕の方うからその,、えー、<お>そのお二方にあの楽曲を書いていただきたいというのをお手紙で、はい、やらせていただきまして、もう大樹さんのラブコールから始まったんですね。なるほど あの、あの、書いてくださるっていうふうに、まあ、きま、急に、もう、ほ決まりましてお。お気持ちが届いて。はい。もう、とにかく、僕は、まあ、僕、本当に、憧れのアーティストさんなので、もともと、<laughs> 大好きでいらっしゃると。はい。とても好きだ。 いやその方たちの楽曲を歌わせていただいて歌わせていただけるってことは、まあ、本当に僕としては夢のようでしたいやーそれはもう飛び上がるぐらいのいじ,じゃないですか、はい、最初にオーケーだいた時に本当にそんな感じでしたねはいなるほどなるほど僕もあの初めてこちらの楽曲聴かせていただいた時に、はい、あシドの香りすごいする」って思いながら、うん。<laughs> そう、感じながらも、大樹さんの歌声で、そのオリジナリティっていうか、その独自のね、形がまた生み出されたなっていう感じしたんですけども。どうでした、大樹さんご出身的に、そのラブコール届いて。お二人から、楽曲が届いた、その一番最初。楽曲聞いてみて、ご感想どんなお気持ちでした。いや、でも、あの今、それこそ、もすじさん、おっしゃった通り。はい。はい。シードの香りするなって、まあ、そうなんですよ、とても。ええ、そして。はい。で、なおかつ、あの、本当に、あ。 もう歌詞での楽曲が上がってきた段階でうわもうこれがこれが歌いたかったっていうのは本当に僕も思っててまさにこれを待ってなんだかんですかそうですねいで同時にやっぱりこう自分がこれを歌わせていただくのでなるとこの楽曲のね良さをより引き立てるためにはどういうふうにしたらいいのかなとかっていうことはやっぱりすごく考えたりもします楽曲の良さももちろんですけど大樹さんのアーティストとしての色をここに重ねたらどうなるのかみたいなはい。 ところがやっぱり自分としご自身としてもやっぱりワクワクとドキドキって感じでした。そうでしたね。なるほど。そ,ね、そのワクワクとドキドキを抱えた中、はい、レコーディングに向かわれたと思った、はい、思いますけれども、はい、いかがでしたレコーディングの感じは。 いやあのー、な,なんですかねあのあのレコ,レコーディングの当日そのディレクションで秋さんが来てくださっておおなるほどなんで,なので僕の状況としては、えー、あのロックバンド指導ただ好きなファンがあ秋さんの前であの歌ってるっていう状況が出来上がってたんですよ <laughs> 最高のごちそうじゃないですかさん <laughs> <laughs> ごちそうではあるかもしれないですけど,どご緊張ですよ、ね、かはいあの本当緊張が一番最初っすであのレコーディングとかにおいて緊張とかきょこうこわばることって 一番よくないんですよ世帯に。そうですね。<laughs> はい。とってもよくなってな、ね、はい。なのであのもう秋さん来る前にまずちょっと声鳴らした子を出てて,てあのはい三十分から四十分くらいちょっと軽軽く回して歌ってたりしたんですけど結局秋さん来てまた俺の喉こうわばるっていう三十 <laughs> 分四十分もあの温めるレベルの長さじゃない, <laughs> い<や>ような気がしますけど。あんまりなかったっていう。温ま温まりきったとまあ落ち着いお向けしてまたギュってなっちゃった。そう。でもや,やっぱりその。 アキさんからのいろんなこのアドバイスだったりとか、すご、ええええええ、いこう熱く語っていただけて、いろいろ一からいろんなこともらって、でなおかつ、その僕が表現したいことをアキ、ええ、さんが組んでいただいて、<ー>でそれでだとし、もしかしたらこういうふうにもししたいとかあるのであれがこういうするのがも,もしかしたらもっとよくより伝わるかもしれないとか、そういうのをいろいろ,いろ,いろこう道を差し締めてくださったというか。 ああ素敵な空間でしょうね。本当に本当に良かったですね。はいはいはい、うわもうだからもうアーティストとしてもなんていうか五万五、うん、万円っていうか最高の空間だったわけですね。はいはい、すなるほどなるほど。はい、そしてできました、はい、終わりの始まり。うん、はい。大木さん的にこちらの楽曲、うん、推しポイントはと聞かれたらなんてお答えなさいます？はい そうですね、いやーもう何て言ったらいいのかちょっと難しいんですけどやはりその、はい、まあ僕の楽曲ではあまり今までなかったその、うん、ちょっと大人めな楽曲っていうのはあまりなかったので割と等身大みたいなのが結構多く かったような気がするんですよ。今までの楽曲は。はい,は,いはい、はい、えー、はい。そんな中で、こういう、あの、まあ、バラード、ゆったりとしたバラードで、えーかつ。僕がそのオーダーをさせていただいた、その、おちょっとアダルト、お大人な、あの。うんうん、女性、男性の、ちょっと妙みたいなのを、あの、真央さんのタッチで書いてほしいっていうのを。いさせていただいてたので、それが、こう、なんか、な,なん、だろう、この、シろさんの、大人っぽさと、うん、その、僕の。 はいはい、がちょっとうまく融合できたかなっていうのはあるんですそこはまあの注目ポイントではやっぱあるのかなと大きな枠としてははいお二人のアーティストのその気持ちとそれを組んだ上で作られた上のこのキュッと固まった一つの形ってことですもんねはいそうですねなるほどなるほどありがとうございますちなみに今お話なさっておりましたけども MV についてもなんですけども、はい、MV の方はあのミュージックビデオ「海辺はこう濃い霧の中で何かを探してさまようようなこう幻想的な内容でこう ちょっと全体的に暗いとか深い色彩がメインで展開してい,っていくイメージですけどもそんな中でもちょっと、まあ、これはあくまで僕が見させていただいた感想なんですけども、はい、こうそんな中でも太一さんの視線とかその日ざしの感じとか、はい、歌声温かい歌声でちょっと温かみとさらにちょっと切なさとどっちも感じるような内容に仕上がってるなって思ったんですけども太一、はいはい、さん的にはこう撮影終えられた後見て仕上がりっていかがな感想でした、はい <laughs> そうですねいやあのもう僕の今いろいろやっていただいているスタッフさんたちが本当に素晴らしい人たちだったので、はい、あの僕なんだろう MV を作る上で何か何、うん、だろう見え方的にみたいなのはあんまり気にしなかったんですよ。あのもう全部任せても大丈夫だって思ってたんで、はい、で、えーまあ、完成したの見させていただき 来ましたらいやもう本当に何だろう、あのー、なんかいろんなこう偶然重なってるんだなって思いまして<ー>まあその先ほど今そのおっしゃっていただいたそのちょっと霧が濃いみたいな話ももともとそんな霧濃い予定でも多分別になくてそうですよねり<の>が濃い、はい、この日霧が濃いからこの日行こうぜなんていできもん、ね、ななおかつあの特殊な映像を何か入れてるわけでもなくて、ええ、本当にただ単純に霧が濃くて<ー>でもそれってそのこの楽曲の この抽象的にもやがかかったような,なんかイメージとは当てはまっているので、よりこの楽曲の深さをこう出してくれてるなと思って、すすごいい気に入っていま怒るべくして起こった奇跡を、泰生、うん、さんの周りのスタッフの皆さんが泰生さんの良さをキ、うん、ュッとあの理解した上で、はい、さらに奇跡をこう具現化したような形だったってことですかね。ああそうですね本当に あー素晴らしい MV ですね。うん、いや見ててあのこれ歌も素敵ですけど、はい、映像だけでも一つの作品としてなんかすごいいいなって僕も思って見てたのであ<ー>それをお話伺ってあ納得っていう感じですね。はいいありがとうございます、はい、いやさてさらに新曲こちら3曲あってカップリング、えー、ソロプロジェクトの楽曲、えー「特別を頂戴そして「恋のエフェクト」こちらの2曲も収録されていて、えー、大輝さんこちら、えー「特別を頂戴では作詞をそして「恋のエフェクト」では 作詞と作曲の両方を担当なさったということで。はい。多彩でいらっしゃる。いや,いや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 。<laughs> いやいやこの三曲とのジャンルが全く違う中でも、こう、なていうか。とにかもう、なんか、きいてて。ときめきと言いますか、こう、あの、どうせの僕でも、なんか、ちょっとときめいてしまう、何かを感じてしまったんですけども。大した、この作曲、作詞の際の、なんか、エピソードとかございますか。はいはい、はい、そうですね。うん、えっと。 今回そ,のそもそもこの「終わりの始まり」のシングル自体が「はい、あの恋の楽曲」で3曲まとめてみようっていうのを掲げてやっておりまして<お>で、えーとまあ、終わりの始まりをもちろんえっと書いていただいてでこの特別書でと「恋のエフェクト」は僕が作詞なんですけども、はい、こう自分今回そのソロプロジェクト でえっと、眠りにつくまで付き合って、まあ、眠つきというはいそうな眠つき眠りにつくまで付き合ってというのを立ち上げさせていただいて、はい、そこで初めて、えっと、書かせていただいた楽曲でしてあなんかか一番なんかこう僕の中で作ってる時るなんにイメージであったのは僕が歌わなくても成立する楽曲にしたいなと思ってたんですよ。なんと なんかそういう気持ちで作っててで今ちょうど望月さんが「僕が聞いててもちょっとキュンとするな」って言ってくださったじゃないですかはいししまた僕すごくその言葉嬉しくてあに、はいあにっていうのも結構その割と女の子からの目線で書いてるものとかもちょいちょいあったりとかするのでは僕この楽曲もちろん僕がこれから歌っていくんですけどもできれば他の方に歌っていただきたくて。 なるほど、はい、であのいそれもやっぱりこう女性が歌ってるのをイメージして書いてたりもするんですよね。えー、なのでそのキュンとするって言ってくださったのがすごい、はい、あやったーっていうその,はあのうまくいったかなもしかしたらって今思えた一瞬でした。<ー> <laughs> つまり大吉さんオンリーワンの楽曲じゃなくて聴 <laughs> いてる人に寄り添った上でその人たちの気持ちの中で自分の曲として歌ってほしいみたいな、はい、そんな感じそうですね <laughs> はい なるほど、アーティストさんってそういう形もあるんだ。あ、すみません、自分の中で納得しちゃった。<laughs> すみません、ありがとうございます。素晴らしいですね、アーティストとしてのなんかお心構えがすごいありがとうございます。はあ、なるほど、いろいろ楽曲についてお伺いしてまいりましたが、はい、ちょっとこの辺で、ちょっとプライベートについてもお伺いさせていただいても、よろしいですか、ぜひと。さて、はい、なんと、太一さん、10月3日にお誕生日を迎えられて27歳になられたということで、おめでとうございます。ありがとうございます。いかがですか、27歳。 20代後半ということで <laughs> 改めてちょっといろいろ考えたりすることもあるかと思いますけれどもどうですか27歳になられて心境の変化みたいなものはあったりしますうんそうですまあまだそのなったばっかでなんか心境の変化がすごい何か変わったかっていうのは特にないんですけどただやっぱ思ったのは、うん、あのなんか僕がそれこそ20代の本当になりたてだったりとか、はい、あの18歳とかそれくらいの時,時に、はい、あの大人の方々が。はい 年取るのはどんどん早くなっていくぞって言ってたんですよ。<laughs> ありますね。よく聞きますよね。聞き,聞きます。聞きます。あれ本当やんっていう。本当なんですよねー。<laughs> いやーなんでしょうね。なんかもうこの、えー、なんでしょう。なんかやっぱ若い時って、えーはい、その18歳でも20とかってやっぱこう。 そうですねはいでもなんかこうどんどんどん年が取るにつれてなんか僕の中で感じてるのは、ね、あなんかもう年を取ることもなんかそんな,なんかあの普通なんか特別なことでもなくなんか当たり前によく起こっていたことみたいな感じにと捉えられてしまって <laughs> あなるほどお,お誕生日27回目だもんなみたいな十七回目なんだでもこの間もやったもんなみたいなんか <laughs> 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 どんどんなんか なんかそういうものがどんどん薄れていって、もうなんかよく来てるみたいな、誕生日が、そんなような感覚に今なってて、こちらの今、放送のスタジオ内ですね、スタッフ含め、一度のうなずいております。そうなんですよね10歳の子にとっての1年って、人生の10分の1ですけど、27歳にとっての1年って、いや、そうなんですよ、どんどん母数が上がってんですよどんどんどどんん誕生日、あれさっき、あれこっちの技じゃなかったっけみたいな感じ。 いや特別感がのにどんどんなくなっていってちょっとはい <laughs> なるほど、はい、いやようこそですねその感覚あ、はい、<laughs> やめてください <laughs> ちなみに27歳になってこの27歳こんなことやってみようこんなこと始めてみようみたいな目標とか思ってたりとかするごひかに画策してることあったらちょっとこっそり教えていただいてもいいですかそうですねでも今ちょうどやっ やっぱこの眠りにつくまで付き合ってて、うん、この「眠つき」というプロジェクトをその立ち上げさせていただいたので、はいまあ、まあ今はあれですね結構このプロジェクトをうまく成功させたいと思ってて、うん、であと逆にひそかに思っていることとしてはこれこの このプロジェクトがこの自分の中でこう満足いかなかったときには何か結構な素質感にうさいなまれそうだなって思ってるんでなるほどはいなんで全力で頑張ろうっていうふうには思ってますねまそれがまあ気を引き締めてっていう感じですねはいそうですねうんうん、うん、なるほどなるほどリスナーの皆さん今後の眠付きのどこにもお楽しみですね、うん、うわお願いします <laughs> はい <laughs> ちなみに27歳になっておいっご自身への誕生日プレゼントとか何かご購入なさったりとかしてますあそういうい点でいけば うん、なんでしょうね、あの自分で購入、自分で購入は、うん、あのもうなんかほぼ、そのなんだろう、プライベートっていうよりか、もうほぼ仕事のものなんですけど、ちょうどえっ、ー、とアクセサリーをスー数個買わせていただきまして。 それは、まあ、のお仕事と、まあ、プライベートと両方つけることにはなるものなんですね。よ、うん、ね、うん。一応それを自分に買ったんだって思ってます。な <laughs> なるほどなるほほどど <laughs> いや僕も ちょうど今年誕生日プレゼントを買ったな、バ、はい、ングルって思って見てました。ありますね。ありますね。確かに、こういうのは、あの普段プライベート、お仕事問わずにね、つけたりしますもんね。そうですね。はいはい、どんな、えー、アクセサリーを、えー、購入なさったのかは、皆さん、あれですね、大樹、うん、さんのツイッターでお聞し <laughs> ていか <laughs> はずいわ、なんか <laughs>、えー。なんか俺、紛れ込ませて使おうと思ってたら、言うつもりなかったんですよ、全然。<laughs> もう、あれですよ、今言っちゃったからには、その写真、ツイートなさったら、あ,れあのツイッターのフォロワーの皆さんは。 これかこの前言ってたのこれかって思いながら見てらっしゃると思いますよ。<laughs> <laughs> お楽しみにといは,い、はい。さて続きましては。 ユーザーーーザのの皆様からの質問コーナーに移りたいいと思います、はいはい、事前にこちらのアカウントでユーザーの皆様に大樹さんにお伺いしたいことを募集させていただいて、えー、その中から、えー、何問かこちらでチョイスさせていただいて質問していきますので大樹さんよろしくお願いいたします。お願いします、はい、やっぱり今回ね新曲リリース直後ということでもあってから大樹さんのアーティスト面に触れる内容の質問が結構たくさん頂戴しておりますのであすそっちちょっと多めにお、はい、話ししていけたらなと思ってるんですけどもはい、はい、それではまず1問目はユーザー名ちびこさんからいただきましたありがとうございます。あります 大生、えー、さんの楽曲はフレーズから物語性が感じられて曲の世界に浸れるところがとても好きです。わかる。詩、えー、を作る過程が気になるのですが、えー、普段から歌詞に活かせそうな言葉を書き留めたりなさっておりますかということでございます。はいいいありががとうございます、はい、いかがですかかで、うん、リリック調的な、うん はい、持ちだったりしますそうですねあの僕やっぱりえっとこの方が、えっと、ち,ち,ちびこさんがね自分ってるあの,るあの通りであの、うん、普段からそういうセンサーをずっと、うん、多分無意識のうちに働かせてるタイプで日々ねはいであのそれこそえっと僕がアーティストとして一応やら,しや,らやり始めたのが2018なんですけど多分それよりも前からそういう、うん、言葉をあの 書き留めとく習慣があったんですよね。もともとあったんですか？そうですね。あの、もともとその僕、曲書きたいって、曲とかは聞きたいっていうのはずっと思ってたので、うん、なるほど。はい、どうせやるんだから、あの、今のうちからっていう感じで書き留めたりとかしてたんですよね。おお<ー>、はい、かっごく、いえ、ごめんもうやることはわかっていたっていう。あの、中でかやり方。変わってたってことですもんね。やりたいとは思ってたんで、はい。で、それ、もちろんそこも、あの、使わせてもらってますし、普通に日頃。 あの浮かぶやつとあと戦争じゃなくてもなんかふと目にしたものとかで入ってみたりだとか本当、はい、あとうんおそ,そなんか時々あるのがあのいなんか寝てて、はい、起きたら会ったりとかお<ー>この間ほんとに何かんでしょうアーティストの人でなんか寝てる間に作曲と作詞してたみたいな人時々いるんですけどはい、はい、なんか本当に僕もこの間初めてなってそれに。 これですか俗に降りててくるっやついやなんか別な、なんかそれとなんか違う気もするけどなんかでもあれなんか作ってるなと思って全然別にどっかにあるような曲でもないし。と思ってただあのもう一回二度寝してパッて起きてそのメモったやつパッて見たんですけど全然よくなくてあれあれ降ってこねえじゃんっていうのはありましたけどね。ああんかたまに聞きますねその一回寝た時にそのなんかすごいも思いついたぞって思って書き留めてまた寝て起きたらな 意味がわからなかったみたいな話だから。話本当に。あ、なんでこれと思いましたね。でもやっぱりその、アンテナ張ってなくても、自分の中でやっぱ何かが動いてるんでしょうね。アーティストの待機が、はい。うん。なのかもしれない。うん,う,んうん。<laughs> それが普段活かされた結果、この。作詞、うん、とかにも現れてるという感じでしょうか。はい。ですかね。そう。なると思います。はい。はい、ちみこさん、ありがとうございました。ありがとう。はい、続きまして、ねぎさんからのご質問でございます。ありがとうございます。はい えー、ミュージシャンとしてのライブやミュージカル、音楽劇、ピアフなど、さまざまなところで響く大樹さんの歌声はどれも異なる魅力にあふれていますが、それぞれの発声の仕方など、えー、意識して区別していることや、共通して心がけていることはありますかということでございます、ね。西さん、ありがとうございます。はい、いかがですか そうですね。うん、はいはい。やっぱりあの全然違うなと思う自分でも思っていて、それこそ、えー、ミュージカルだったり、えー、と音楽的<や>、まあ、ピアフとかもそうですけど、やっぱなんでしょう、えーと、こちらの作品はやっぱり役があってのものなんで、 僕っていうものが一番最初に出てくるのはちょっと違うかなって僕は思ってるタイプの人間なんですよ。わ、うん、かりますそれは、はい、なので <laughs>、まあ、できるだけその世界観もそうですしその役がそのやっぱ歌った時のことを考えて歌いたい。そそれはそうですよねとにかくその歌とか音楽だけがその一人歩きしてしまわないようにしたいって言ってるので。はいはい やっぱそうです、ね、発生としては、まあ、うん、なんか、なんでしょうね、まあうん、少し軽く出せるようにしたいなっていうか、うん、気をつけて、まあ、役によりますけど、いういうことですね、多分その発生の仕方などを意識にして変える、<あ>そのもう作品によって変えるというよりも役、役 うん、という意味でその,その役を演じている大生さんの声体で出しているということですから、はい、その軽くっていうのは多分あれですよねその反射神経をよくみたいな、うん、<laughs> 役,役者に対しての、ねうん、役に対してのか、うんはい、っていうところなんでしょうか。 はいそんな感じですかね、うん、なるほどなるほどまあ、ライブやミュージカルみたいなその生の空間っていうのもあったり、うん、その部屋の空間であったり聞いてくださっている方々への距離感ですとか、うん、そういうのも含めた上で、うん、さらに役もっていうところですもんねそうですねやっぱ結構あの変わってくるのかなっていう風には思いますねですねなるほどなるほど、うん、ありがとうございますありがとうございます、はい、それでは続きましてえー、春女さんからねこちらご質問いただきました、はい、ありがとうございます タイキさんの楽曲も12曲となり、それぞれ違った世界観を楽しませてもらっています。私は曲を聴くとき、えー、メロディーなどが先に入ってきて、声や音を楽しんでいる感じで、歌詞はその後に楽しんでいます。大輝さんは楽曲を聴くとき、どんな聴き方で楽しんでいますかということでございます。ハさん、ありがとうございます。こちらい、ちょっと一風変わって、聴き方についてのご質問ですね。いや、めちゃくちゃ僕、これ質問いいと思います。面白いですねこれはなんかやっぱ これめっちゃ人によって違うと思ってて僕の周りでもすごいうわ全然違うなって思うんですよ。時々なったりすることがあってパッと曲聴いてどの曲がいいみたいなのあったりもすると思うんですけど。それでなんかこう なんでいいと思ったかっていうと楽器のサックスがとか言い始める人もいるしかと思いきやあの歌詞がとかって言ってる人もいるしメロがっていう人も我慢をするハルツさんも、ねはい、僕もあのメロディーが最初に入る人でももっと言えばメロディーもそうですけどあの声が先声ね結構多くてはい、はい、僕。 まあ、に次でメロとかが入ってきて、うん、なんかその後にあのに歌詞入ってきてサウンド入ってきてみたいなこう順番でこう入ってくんですよ。なんでなんかなんだろうな,、うん、なんかこの質問すごい面白くて多分きっとこれを聞いてる方の中には。はい えみたいな今衝撃な人多分いっぱいいると思っててこれ多分そうですね <laughs> あの聞いてらっしゃるような方々全員自分どうだろうって多分反省すると思うん、ね、そうそう,そうで「ふ」と言われるとそれ難しいなって思う人も多分いると思ってて、うん、はいはいなんか俺,俺よくその歌詞で耳に入るっていうまあでもそうまあ歌詞で耳に入る人もいるもんな本当にみたいな,なんか<ー> <laughs> なんか不思議なんですよねやっぱこうやぱもちろん,なんか印象的な歌詞とかだったら、はい、なんかあの ああ歌詞から入るっていうのは分かったりするんですけどわりと語り口調の歌詞とかで歌詞から入ってるとかって言われるとえってえっていうなんか今のき取れたんですかみたいななな気持ちにったりすするるあんでよね僕も確かにこの質問を聞いた時にどうだろうって思った時にやっぱ基本的にはメロディー歌が早い先だと思うんですけど確かにキャッチーな歌詞の時って友達と喋ってる時に BGM で流れてるじゃないですか。はい その時にいきなりスコーと入ってきてイモルのツのパみたいなやつがあったりするじゃないですかはいはい、はい、ありますよねまあ最近のところだとこう某あのね有名な香水メーカーの,やあの曲とかはははいはいはい,はい、はい、あれとかもそういうのがキャッチーだから受け取られるってこんですけどやっぱ結構人によって違うんですかあ,ハッシュタグはあのトークルーム水待機」っていうので今聞いてくださってる方のコメント頂い,いてるんですけども、はい、お結構皆様方あれですねあの自分がどうだろうっていうのをツイートなさってますね<お>ありがとうござい,ますい,いですねありがたい 結構やっぱり、うん、うん、曲、歌声っていうところの方が、やっぱ多いみたいです、ねああ。ああ、ああ、ね、そう、そ,そう、そうん、そう。やっぱ、結構多いですよね。うん,う,んうん、うん、うん。ああ、イントロでビビっときたら、運命を感じて、めちゃめちゃリリートしてしまいます。はい、はい、うん、はい。やっぱ、そういう、なんか、こう、言語ができないピンとくる感じって、結構曲にはありますよね。ありますね。うん,うん。だ、そういった意味では、それこそ、はい、えっと、今回の特別を頂戴だったり、声のエフェクトとかっていうのは。はい。 すべてそういうもの、誰でも引っかかれるように、フックをいっぱい作ったようなイメージはあって。あの、なんか、そういうのが、こう、うまく、なんか、なんか、ね、うまくいったらいいなって思いながら。なるほど。<laughs> 皆様の中で届けばいいなという。感じではい、ありがとうございます。はる、い、かさんからでした。はい、いはい、続きまして、こちら最後の質問ですね。え、はい、こちら、りーちゃんさんからでございます。はい、ありがとうございます。はい はいえー、声優アニソン2.5次元スカパーということですが、2.5、はい、次元の作品ならではの面白さや難しさ、醍醐味などがあれば教えてくださいという、こちら、はいえー、どちらかというと、たけさんの俳優面に関してのご質問ですね。はい、ありががとうございいますすかかで <laughs> そうですねなん,かなんかやっぱ,、うん、ぱ2.5次元の作品っていうのはやっぱすごい僕難しいものだなってやっぱ思っていて少しはやらせていただいてるので<う>あのやっていった中で自分が感じたこととかだとやっぱどうしてもそのな、えー、生の人間が2次元というそのものをやっていく上で。 こうよりこう抽象的だったものを具体的にしなきゃいけないシーンっていうのが多く、はい、なんかそ,うその具体的に仕方でこで皆さんにとってはあのよ,よいって思ってもらえる場合と悪いって思われてしまう場合ともしかしたらあるのかなっていうふうに、まあ、僕は思っていてそれってでもあのもちろん僕らが表現するっていうこともそうなんですけども、はい、なんか。 まあ単純にその役者としては役者がどうこうもあるんですけども、はい、なるべくその作品のイメージはやっぱ損ないたくはないのでうん、うん、やっぱ一番最初に、あのー、そのなんでしょうご原作とかをこうちゃんと読,読ませていただいて、はい、で自分がやったらとかじゃなくて、うんあのー、その作品のキャラクターを 想像膨らませていけばいいだけけばだの話かなって思うんですよなるほど <laughs> 本当にあに僕がどうたらとかは多分そこにはあんまり関係ないのかなって思っててただもちろん、うん、やっぱり自分がこういうふうにしていきたいきっとこうだっていうふうにこう、うん、なんだろう自分を出したいみたいな瞬間もちょっとはあったりはするんですがほん、はい、そんなものはスパイス程度でいい十分かなっていうふうに思ってやってますね。 泰生、うん、さん、あのー、あーさっきの楽曲についてのお話も伺ってた時も思ったんですけれども、はい、やはりまず一に作品というものをめちゃめちゃ大事になさる方なんだなっていうのあくまで自分はそれを発するそのなんていうかスピーカーですとか、はい、そういうものとしてしっかりとお届けするのを第一となさってるっていうのを、はい、それが多分泰きさんのアーティスト性とタレント性とかそういうものになって伝わってるんだなってすごい感じがきましたね。<laughs> でも確かにそうですねあの、本当の歯車の一つだと思ってるんで、うん、あ特にあの俳優業に関しては、そうだと思ってるんで、ただその上でも、もちろん、えー、と僕,からの僕が何か提示しなきゃいけないことっていうのはたくさんあるとは思うんですけども、ただその今言っていた2.5次元とかの,あの醍醐味、はい、それがこう,うまくマッチしたときに、一番こう。うん お客さんも喜んでいただけて、まあ、僕らもあのあいい仕事できたなって思えたら、うん、まあ一番それが気持ちいい部分なんじゃないかなと思って、うん、そこが醍醐味かなと思った。なるほど。泰生、はい、さんのその気持ちを受け取って、刺さった方が結果として大生さんのファンとなって、今、いるらしいってことですね。出てきたらはい、ありがたいですけど。はい、ですね。いや、素晴らしい話を聞けました。<laughs> ありがとうございました。あ,ありがとうございます。はい、ユーザーさんからの、えー、ご質問をご答えいただきありがとうございますさて。あっという間ではございますが、このトークルーム、第1回。1> はい お別れの時間となりました。ええー。あ、すみませんございます。<laughs> なんと、なんなら、ちょっと時間過ぎております。ええー。<laughs> すみませんかな、な村らん。いや、こちらこそ。はい、最後にたいさん、改めてユーザー、の皆さんへのメッセージ、お願いいたします。お、っはい、はい、わ、はい、かりました。ええー、と、あの、わざわざ、この僕の、ツイッター、もしくは、このスカパーさんのね。あの、ツイッターから、この、このスペースをね、うん、あの、探して、でも、なおかつ、この。二、八時。 半っていう、あ間からの30分を僕たちに取材して、はいはい、本当にありがとうございます、皆さん、ありがとうございます、時間いただきましてあの、今後もよろしければ、Twitter なり、あの僕の YouTube の,その、ね、それこそミュージックビデオだったり、なりいろいろな活動を見届けていただけたらと思います。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。大吉さん、ありがとうございます。皆様、今後の大吉さんへの活動もよう注目でございますよ。さて、えー、スカパー声優アニソン2.5次元 Twitter 特別企画トークルーム第1回。 皆さん最後までお聞きくださいまして誠にありがとうございましたまた次回の配信をご期待ください MC は私、餅月 A でしたまたお会いしましょう滝さんもありがとうございましたありがとうございました